分の英語力がどこまで成長しているのかを可視化できる、見える形にできるからです。はい、It's Mighty。 はい、改めまして皆さんこんにちは、 Mighty です。今回も動画ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はですね、最近ちょっと現在完了の文法レッスン動画の方が続いておりましたので、今回は私一人でおしゃべり動画を、撮っていきたいと思っております。今回のテーマなんですが、見てくれてる生徒さんからの、リクエストがありまして、それがこちら、英検についてです。で、リクエストは英検の二次試験について動画をアップしてほしいっていうリクエストをもらってたんですけども、こちら二次試験ももちろんあの動画アップするんですが、二次試験についてと、で今回は、英検、そもそも英検って、受けないといけないの？英検って必要？っていう質問もたくさん、子供たちから、もらうので、今回それを動画にしていきたいなと思います。はい。はい。では、行きましょう。So, let's get started! はい。では、英検についてお話ししていきたいと思います。で、この英検なんですけれども、あ、手首立ちした。この英検なんですけれども、英検ってやった方がいいの？っていう質問ね、よくいただくんですけれども、もう私の答えは一択でございます。受けてみてください。レッツトライです。はい。で、これ、なぜ、受験を進めてるかっていうことも含めて、今回ちょっとお話ししていきたいと思います。なぜこの英検の受験を私が進めてるかと言いますと、もちろんそのね、資格として使えるっていうのももちろんなんですが、まず自分の英語力がどれだけ成長してるのかをこう把握できる、可視化できる、すごくいいツールだと思うんですよ。はい。ちょこちょこ聞くのが、そもそもその文法学習って必要かなっていう質問されることが多いんですが、これはね、私、一個人の意見になるので、これが正解ですっていうわけではないんですけれども、私自身は文法学習というのは必要だと思います。はい。で、これはなぜ必要かというと、ヨーロッパの国であれば、私のお友達とかでも、もう3カ国語、4カ国語を喋れる人ってかなりいらっしゃるんですよね。で、これ何が違うかというと、やっぱりその普段からその自分の母国語ではない言語を喋る機会、聞く機会っていうのが日常生活の中にあるんですよね。で、特にヨーロッパとかだとその近隣の国との距離っていうのも近いですし、行きやすかったりとかね、 EU のこともあるので、なのでヨーロッパ圏のお友達っていうのは、3カ国語、多い人だと5カ国語、6カ国語喋れるお友達とかもいるので、そういう環境があるっていうのがまず大きな理由の一つだと思うんです。で、日本に置き換えて考えてみると、最近はね、すごく、海外からの観光客の方も増えているので、実際に外国人の方にお会いする機会っていうのは増えてると思うんですが、以前のその動画、おしゃべり動画の時にも、ちょっとお話しさせていただいたんですが、やっぱり、その観光客の人相手になると、自分たちからこう話しかけに行かない限り、まだなかなかその英語でコミュニケーションを取るっていう機会は、日本では少ないのかなと。実際に使う機会が少ないということは、それこそ、ヨーロッパに住んでる人たちだったりとか、英語を母国語として使ってる人たちと同じ勉強方法では、絶対英語って身につかないと思うんですよね。絶対的に使う頻度が少ない。で、言語というのはやっぱり、使っていく中で身につく、スキルだと思うので、やっぱりこう、いかに使う機会を増やしていくか。でも残念ながら、今までの日本だとそういう機会というのが少なかったの
ので、この使う頻度が少ない、練習量が足りてない部分をどうやって補っていくかっていうのが、日本の中学校、高校でやってる、文法学習だと私は思うんです。で、やっぱりその言葉の働きを理解して身につけるっていうステップが必要だと思うんですよ。で、喋れるようになる、聞けるようになるっていうのは次のステップになると思うので、学校で身につけた、文法ですよね。文法学習をして身につけた文法。これを使って、じゃあ、外国人の先生が来るときに自分で話しかけてみようとか、海外旅行に行く機会があったら、旅行先で、地元の店員さんとかに話しかけてみよう。みたいな感じで。やっぱりこう、ストックを作っていく必要っていうのは、必要になると思うので、どうしてもその英語、ちょっと自信ないんです、苦手なんですっていう人は、この文法の部分でつまずいてしまうっていうこともあると思うんですけども、やっぱりこう、日本で英語を勉強していく。今のね、環境で勉強していくってなった場合は、この文法学習っていうのは必要になるかなと私は思っております。で、これからどんどんその海外からの観光客の方だったりって、旅行で来て、日本めっちゃいい国じゃん、最高やん、住んでみたいって、ね、住まれる海外の方も増えてくるかとは思うので、また今後、英語を実際に使うシチュエーションっていうのは増えていくと思うんですよ。そうするとまたその勉強方法だったりっていうのもそれに合わせて変わっていくとは思うんですけれども、今の普段英語を使わない環境であれば、この文法学習っていうのはすごく大事になってくるかなと思います。今、英検の話に戻しますと、今その、お話ししてる通り、使う頻度が少ない、使う環境が、ないっていうバックグラウンドがありますので、じゃあ、それを自分が英語身についてるかどうかわからないまま放置してしまうと、やってることが、自分のためになってるのか、自分の、能力として身についてるのかっていうのがもうわからないまま進んでっちゃいますよね。そうすると、私特にそうなんですけども、こう、頑張ってることの結果、成果が見えないと、こう、どんどんこう、やっぱりこう、よし、頑張るぞって最初こうね、高めのモチベーションがあったのが、どんどん、あれ、これできてるのかな、どうなんかな、っていう感じにね、なってしまいます。で、見てくださってる生徒さんであったりとか、大人の方でも、英語に限らず、こう、よし、やるぞってなって、このね、最初の高いモチベーションをキープできるってなかなか難しいと思うんですよね。で、じゃあこれをどうやってキープするかっていうと、さっきも、お話ししましたが、成果が分かれば、キープできるんじゃないかな。で、例えばテストで英検を受けました。受かりましたってなったら、自分はここのレベルまで今来てるんだ。じゃあ次のステップちょっと頑張りたいなっていう、ね、こう、アップになりますし。で、逆に、今回ちょっと英検、点数足りなくってちょっと今回は合格できなかったなって場合も、しっかりとその自分の弱点というものが見える形になって出るので、自分はここできてなかったな。ここが苦手なんだな。じゃあここ克服したら次受けた時は受かるかもしれないっていう、これもまたアップになる、きっかけになりますよね。なので、私がこの英検を、必要、受けてください、おすすめしますってこれだけ言ってる理由の一つは、自分の英語力がどこまで成長してるのかを可視化できる、見える形にできるからです。はい。勉強方法についてお話ししたいと思います。はい。で、私自身、塾で生徒さん教えてたっていうこともありますし、英会話でも教えてたっていうこともあるので、教えてた生徒さん皆さんには、もう英検ぜひ、もうトライしてみてっていうふうに言ってたんですが、めっちゃ言ってたんですよ。いついつあるから受けてみて。トライしてみてってめちゃくちゃ言ってたんですけど、じゃあ実際授業の中で英検の勉強してたかっていうと、全くしてなかったんですね。はい。で、これなぜ、
授業の中でしなかったかって言いますと、めんどくさかったからとかそういう話じゃないんです。ちゃんと理由がありまして、私自身、その、テストを受ける上で、子供たちに必要なものは何かな？これから、英検だったり、高校入試だったり、大学入試だったりと、試験を受ける上で何が必要になってくるかなって思った時に、やっぱり、自主的に取り組むことっていうのが必要になると思うんですね。もちろん、過去問を解いて分からなかったことがあった。先生教えて、これはもちろん教えてました。自主的に取り組んだ結果、分からない部分っていうのは、先生のサポートが必要だと思うので、いつでも持ってきていいよっていうふうに言ってたんですね。ただ、常に、受け身の状態で勉強してしまってる、生徒さんに関しては、やっぱり成長速度だったりとか、成長の伸びしろというものがやっぱり限られてきてしまうものがあると思うので、これは生徒たちにも言ってたんですが、英検については授業でしないし、もう自分で自主的にやってねって、質問があったら持ってきていいよっていうふうに言ってました。ただしポーンって投げても生徒たちはどうやって勉強したらいいのって最初戸惑ってしまうと思うので、勉強の取り組み方っていうのは最初にお話をしっかりとしてたんですね。で、それは今からちょっとお話ししたいなと思うんですが、まず、勉強を始める上で最初にしてほしいことっていうのをお伝えしてたんですが、それが過去問を解く。はい。で、この過去問も私は、生徒におすすめしてたのは、英検の、公式サイトに載ってる過去問で一番最近に実施されてた過去問っていうものを解いてみてっていうふうに、指導してました。最近の英検でこんな感じなんだ、あ、こういう質問されるんだっていうのをちょっと体感してもらいたいなっていうので、一番新しいものを、過去問解いてみてねっていうふうに言ってたんですけど、これを一回時間計って何も勉強してない状態で一回時間を計ってやってみてっていうふうに、指導してました。そうするとね、やっぱり、解けないわけですよ。はい。やったことないから。もちろん英語が好きで、すごく自分でも勉強頑張ってる子とかだと、この1回目の過去問解くっていうのでも結構ハイスコア取れたりするんですが、やっぱりそうですね。うん。半分以上の生徒さんは、やっぱり自分が思ってたよりも、あ、ちょっと、間違い多かったかな、パターンが結構多いかと思います。で、これは全然このね、第一段階の過去問を受ける段階で間違いめっちゃ多いとかも全然 OK だと思うんですよ。そりゃそうやと。受けたことないテスト受けて、そんな最初からハイスコア取れるかって言ったらなかなか難しい。急に解散メニューになっておりますが。はい。で、生徒たちにもそれは言ってます。1回目だからいいよって。で、なんでこれを勉強してない状態でやってねっていうかっていうと、やっぱり自分の今、点数が取れると得意なところはどこなのか、で逆に点数が取れてないところ、覚えきれてないところ、苦手なところはどこなのかという、自分の今の、英語力がどこが得意で苦手なのかを把握しましょうというのがこの過去問を解くということの目的です。はい。クリアすべきね、この英検テストを自分がトライしてみて、どこが得意でどこが苦手かっていうのが分かっていれば、これからそのテスト受けるまでの勉強期間っていうのをすごく効率よく時間使えるようになると思うんですよ。で、私自身得意な部分はそこまで時間をかけて勉強する必要がないと思ってるので、じゃあどこを時間かけて勉強してないかって言ったらもうね、明確です。自分が点数取れてなかったとこ、苦手なところを重点的に勉強していこうねっていうふうに話をしてます。なので、これ以降の勉強というのは、生徒さんによって得意不得意っていうのは、違いますので、それぞれに指導をしていくっていう形をしてました。
なので今動画を見て、あ、英検ちょっとトライしようと思ってるんだって生徒さんは、この自分の弱点を重点的に勉強していくっていうことを頭に入れて勉強計画っていうものを組み立てていった方が効率よくお勉強できるかと、はい、思いますので、ぜひこれ取り入れていただければなと思います。はい。で、よくおすすめの教材ありますかっていう質問生徒からされるんですけれども、私はもうオープン社さんが出している7日間完成というものを これですね、はい、を、おすすめしてます。で、なんでこれがいいかっていうと、まあ、7日間分の、テスト、7回分ですね、なので7回分のテストというのが入ってます。で、これを、最初に、まあ、一番ね、最近のものを解いてね。で、どこが苦手だったか把握してね。で、その状態で1回、7回分を通してやってもらうんですよ。毎日、7日間に分けて。そうすると、出題形式というものも分かってきますし、あ、この Q ではこの単語よく出てくるなとか、この会話表現の質問よく出てくるなっていう、こうね、そのテストの、その Q の、全体像というのが見えてくるんですよね。で、2週目からは、間違ったところの覚え直しっていうのを、生徒に勧めてます。なので、単語が苦手な子は、間違った単語、ちょっと書き出していこうかっていうふうに言ってます。で、書かれなくても覚えれる子っていうのもいると思うので、その子はもう自分が覚えやすい方法で覚え直ししてねっていうふうに言ってるんですけども。で、その単語を書き出す方法なんですが、正直ね、その7日完成のテキストっていうのも、まあ、結構大きいんですよね。で、これを毎日持ち運ぼうと思ったら、ね、それまで持ち運んでなかったものが1個増えるわけですから、ちょっと重くなるなとかね、持ち運びづらいっていうのもあると思うので、私がおすすめしてたのは、こういうルーズリーフですね。今ちょっとメモ帳から切っちゃったんで、ここピリピリしてますけど、ルーズリーフに書いていきましょうっていうふうに進めてます。このルーズリーフを4つに、これちょっとちっちゃいんで2つになりますけど、通常のね、A4 サイズだと、4つに折る形で、こんな感じです。4つに折る。そうすると、ここに線が入るんですよね。で、線を目安に、ここで半分、ちょっと、わかりやすく折りますね。まず、英単語、覚えれてなかった英単語を書きます。で、その横にその日本語を書きます。で、私は結構、最初の中学校1年生の時とか英語が苦手だった時期は、どういう働きなのか、品詞も書いてました。なので、動詞だったらどうとか、名詞だったら名とか。で、これをバーっと書いていって、自分が覚えれていない、単語メモっていうものを作ってました。これを私は、ね、こんだけ薄くなりますから、折ってずっとポケットに入れてたんですよ。で、時間あったらそれを見る。で、使い方は、こっちにね、左側に英語、右に日本語書いてるんで、じゃあちょっと日本語の意味覚えれてないなってなったら、英語見て、何々、あ、合ってるな。合ってるなみたいな。こう、空き時間にずっとやってましたね。はい。覚えれてなかったとこだけを効率よく勉強していくっていう形をとってました。はい。今回の動画いかがでしたでしょうか。次回の動画は、まあ、3級以上の生徒さんが受ける二次試験についてお話をしていきたいなと思っておりますので、そちらもご視聴いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。では、そうですね、英検ぜひぜひトライしていただきまして、自分の英語力っていうものが今どこまで来てるのか、ね、合格できたらすごい自信がつくと思いますので、まあ、これからの英語学習なんかしないといけないだとすごくこうね、気持ちもこう
ダウナーになっちゃうと思うんですけれども、まあ、合格だったりとかテストでいい点取れるってなるとこう気持ちも上がって、同じ英語学習をしてても楽しめると思いますので、ぜひまだ英検受けたことないって方はトライしてみてほしいなと思います。はい、では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。So, thank you for watching and see you guys soon!